じゃあ明日信じよう。いやいや体も元気、顎も助かってる。妹さんが中華屋さんで、姉さんが和食なんですね。和食で、はい、そのどっちが先というか中華屋は一番に来たのは地震の後にこっちに来たんですよ。ですか、はいはい、もう4年、4年、5年ぐらいになりますよね。で、その前はもう私があの前のお店で魚屋してあるんですけど、はい、そこで10年ぐらい働いてます、はい。今年でもう2年目なんですけど、自分でやったのが。もう中華屋はもう30何年やってます。そうですよね、そうですよね、はい。市場の調べたときに こちらのお店も知ってたんですけど、まさかあのご親族とは思わなかった。兄弟というかみんなびっくりされるんですよね。狭いですね。狭いです。それも双子なんですよ、私たち。6番さんは1つ重いです。今ちょっと魚も高くなってるし、全てなんか高いから、はい、ね、油もね。最初オープン当時は1000円だったんですよ。1000円で、まあ、行列してたみたいな、はい、それで覚えていただいて、はい、それからのそこの住職も兼ねてるんですよ。あと一般のお客さん、一般のお客さん、一般のお客さんも来ていいんですか。来ていいんです。で、600円でやってます。これに、はい、あとこういう煮付け、毎日変わるやつ、焼き魚変わるやつ、これ選べるってことですか。選べるんです。すごいですね。だから東京から見えた人って結構ご存知で見える方多い。6時から早いですよね。8時から10時、2時間ぐらいご飯と仕込みをして、はい、それから10時から2時まで。あ、10時から普通のご飯。はい、そうです。お漬物と、はい、だしなどを入れて、とサラダ と、はい、とお味噌汁と、あとメインのそのあれで定食になりますので、うん、朝はもう一番仕入れに来られる方、はい、おじさんです。住職の住職さん、はい、もうお昼はもうほとんど女性の方が、女性が地元の方、地元の方、観光の方。いや、観光の方はたまにしか見ないですけど、地元の人が多い。働いてる人とか近所の人、ね、近所じゃなくて遠くからも見える。あ、毎日新しい人が多いような感じ。土曜日だともうほとんど外に並んだりしますので、まあ1300円だけどね。ね、安いですけどね。甘エビで。これは大盛り。一番多くてるのはやっぱ海鮮丼とかですか。海鮮丼が多いです。一番多く作った時が80か90食を作る。朝はやってないんで。そうか、朝はもうやってないですよね。はい、刺身はまだ来ないんで。そうか、仕入れ、毎朝仕入れるんで。毎朝仕入れてます。はい、だからもう朝からほらする人ところっていうのはもう毎日。そうですね、それはそうです。そういう風に
やっぱ一日経つと違いますもんね。ちょっと鮮度が落ちる。私生が食べれないんですよ。生魚がダメなんですよ。サーロンの前ダメだったんですけど前の店で鍛われたんでちょっとやってるんですけど。海鮮出すの結構大変じゃないですか。大変だったけど、まあ私が食べる分じゃないからとりあえずそうです、とりあえずなんか美味しそうに見えればいい。美味しそうです。中盛りと大盛りで値段は違うんですか？いや、全部一緒です。全部一緒なんです。はい、小盛りだろうが大盛りだろうが中盛りだろうが値段は全部一緒です。どういう生活なんですか？そのお昼過ぎまでお店開けといてで片付けてみたいな感じですか？で私2人が3時から来るでしょ。はい。それでもう2時には帰るでしょ。夜中の3時から来るんですよ。いや寝る頃でしょ。寝てます寝てますね。2時過ぎ2時半ぐらいに前ぐらいにもう家に着いてるから、はいはいはい、でぼーっとして疲れたってことですね。今日難しく頑張ったなみたいな。で、まあ、夕食のあれをして、うん、でもここに入ったら早いですよ、寝るのが。お布団の中入ったらポン休みの日でも困るんですよね、ほら目が覚めるから。あ、そうか、いつもの習慣生活がね、うん、夜中起きても何もやってないですからね。そうですよ通販番組ぐらいのもんだね。通販番組見ちゃうやばいです、買っちゃいますじゃあ通販の箱はどんだけあるか箱箱がねえ、あれずっと見てたら欲しくなっちゃいますね。ねえ、上手だもんね。はい、もう買わなきゃいけないのかな、うん、それで変わるのかと思うけど買ったってあんま変わりやすい600円。安いですか、うん、こんだけ入って。あ、カレーの煮付けと海鮮丼が2です。いろはと海鮮丼1大盛りです。漬け丼はちょっと安すぎないですか？うん、いくらなんだろう。980円です。でも
まだ刺身も一緒ですよね、エビとイクラとか入ってないぐらいですよ。どのくらい出るとか難しいのやつですよ、予測が。今のところはもう大体前の、あれで分かるようになってきました。前はね、最初の口はもうほんと分からなくて、なんかその少なくてもね、余らしちゃって、そうそうそう、もう次の日は煮物にしたり揚げ物にしたり。あ、なんかお刺身が大盛りみたいなのもあるんですか。いや、お刺身は基本、はい、やってないです。ご飯だけ、ご飯だけ。早めにお客さん来るじゃないですか、はい、でうちもあの刺身やりますかとか海鮮丼って言われるけど、やっぱりちょっとですね、前の日は出せない、毎朝仕入れしたやつを出す。